はい、はい、はい、失礼します、はい、先行だが、先行だが3ターンぐらい何もしないターンなので、はい、じゃあキープします。はい、6枚、はい、6枚、はい、はい、6枚、はい、やりましょう。はい、そう、ロマじゃない、センス、はい、で、じゃあお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。島置いて、はい、島置いてです。島、島です。ほんと、ほんと、3種類です。さあ、じゃあ職員して、はい、バイオ通り、はい、また国です。おしまいです。はい、よろしくお願いします。カマラ置いて、お、あお、クリマじゃない、あー、おしまいです。次、はい、お願いします。やばいよ、俺はあんまり良くないけど、はい、16、はい、あの、騎士、はい、どうしよう、カントリーも、はい、おしまい、4点、どうします。4-3、4-3、どうします。はい、マナ、ゴーリンの伝説師、お、なるほどね、ピークアウトで、1マナ、はい、コールド、お、強い、1マナ出てます。はい、2ドローです。2ドローです。いや、この2ドロー強い。あらあら、フェニックス、良くないものが、おしまい、良くないものが落ちてしまいましたね。良くないものが落ちてしまいましたね。今アタックしますよ。なんて、失礼します。6社内させて、はい、いいか、はい、解散、はい、じゃあ、戦場師の守護者出して、まあ、ジンドリア、はい、終了です。はい、どうぞ、します。はい、じゃあ、どうします。いや、言うてそんなね、うん、簡単にはフェニックスは蘇ってはね、いけないと思いますよ。簡単にはね、どうしようかなー、話聞いてね、どうしようかなーって。じゃあ、苦しめる声を1マナで、はい、コストはやめろ、やめろ、やめろ、フェニックスでください。そんな都合よくは、はい、2枚します、はい、すごいよくはいかないが、これはでも蘇りそうな雰囲気が強いです。一丸で、はい、どうしよう、はい、ラニカルグッズに5名で、3、はい、どうしよう、ちゃうーで、あのフットランドして、はい、コンバット、はい、ニックス、ニックス、マックでーす。もう、全然役目は終えた。はい、どうでしょう、3点です。13、おしまいです。そんなこと言っていいんですかね。はい、僕も終わっちゃうよ、まだ、はい、はい、4点、はい、まだ、はい、11、はい、ラッキー、ゴールに行けるよ、黎明をもたらす、あー、やばい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 、おしまい、やばい、いや、こいつ殺せないでしょ、その一気、合わせ技で、合わせ技1本で、ショック、ショックイナズマの石、はい、どうします。そんな都合のいいところがね、まあ、うまくないでしょう、それはね、やばい、やばい、ストレンセットランドして、まあ、ラスですね、一回くらい殴られてやってもいいか、つって、まあ、はい、すみません、いらないとか言ってすみませんでした、はい、予想もらう、はい、で、先に、お、します、新カード、強いが、しかし今は何もしません。おしまい。モンスターヒーリーは、モンスターヒーリーは無駄死にサフィーリの感じがするが、出てもいいよ、まあ、フェニックスがね、以上6円入れる、フェニックスが6歳というか、やっぱりまあライフは欲しい、まあ、じゃあ5000ゲージで、時代のメインに、はい、はい、はい、どうぞ、おしまい、はい、ちゃんとどうします、はい、まずは超北海道商品、ごめんなさい、再活、再活、はい、で、クールが1枚捨てるんですよね、クールが1枚捨てるんです、さすがに覚えてる、クールが1枚捨てるんですよ、え、どうします、あれ、そんな1枚目タバコシン、レイソーシが、あ、レイソーシですね、レイソーシ、これあのクリーチャー以外の呪文をられたのにレイソーシ出ます。もう1枚、はい、え、1枚、ます、はい、で、
3枚目、うん、ラバーコイル。えこれは怪しげなラバーコイル。ラバーコイルは4枚目お願いします。あで、4枚捕まえたのでコンバット。おいおい気持ちよくなりすぎだろそれは。デデン。おいおいおい、アタックします。6点10。あおしまいです。きつサヒリ強い。強サヒリ強いっていうかフェニックスが。フェニックスも強いしブロックちゃんとブロックして体を帰ってきます。あっこれいい。殴ってもしょうがないしな。はい、うまい。おしまいですか。じゃあアンサーしますね。いやこれはモロタで気持ち良さみたいな。どうします。はい、4マナで。はい、4マナで弾けるドレイク。はい、出します。ワンドロしていいですか。はい、じゃあお願いします。今ですね、1、2、3、4、5、6、7です。まあ、召喚をしているか。はい、7、はい、7です。で、全部ロックして9点通るよ。まあ、1マナで1マナで、はい、で、ツールドをしてワンディスカードで、1個増えたので、はい、8になりました。100点します。10いけ、いくとこまで1マナで本体にショック。おっ8、8負けじゃない。出ました。で、ここから新カードサヒーリ、今まで能力使ってませんでしたが、なんとマイナスすると、はい、この霊気装置トークンが、うん、弾けるドレイクに早変わり。あ、コピー。はい、アーティファクトがアーティファクトなんかのコピーがクリーチャーかアーティファクトのコピーになるので、はい、この霊気装置トークンを弾けるドリンクにしたいと思います。あ、はい、そうするとえそうするどうなるかというとあれあれこうなりますが、何かございますか。結構8点ですね。これ6点ですね。そうですね。3、2、これまあ一応ちょっと当てますか。1、2、3、4、5、6、7、8、9点、すいません、9点です。9点です。9点と33点。94と3点。はい、これ94だよ。そうです、これなんで。ハンドマンもないですか。31枚なんかいや、まあでも白含む4マナっていうなんかありました。あ、これまだ1枚もあ、いきます。グッドゲーム何この終わり。いや、強っ。いや、ライダーがやられちゃったのが一番。いや、あれは運よく来てた。はい、というわけで、3問目は見事タオクの勝利ということで。気持ちいい。ライダー簡単に勝利されたいや、はい、気持ちよかった。というわけで、じゃあ、まあ、最後のね、はい、歴史紹介で、はい、じゃあそちらの Z フェニックスからの、はい、さっき出たこちらのフェニックス、こちらが4枚入った、うん、まあ、イゼットフェニックスですね。まあ闘争回戦出る前からあるデッキなんですけども、うん、こちら、インスタント化ソーサリーを、まあ、3回以上唱えてると戦闘前に墓地から帰ってくる、うん、ここのフェニックス。まあ、結構モダンとかも有名だよね。はい、まあ、このカードを使った前環境からあるデッキなんですけども、闘争対戦でなんと新カードが加入しまして、まあ、さっき出したサヒーリだね。はい、サヒーリ、うん、こちら強化されました。非常にまあね、こういう3回呪文を唱えると、はい、こう、まあ、ネイキサス3つ出る、はい、こっちから、はい、帰ってくる、ね、ネイキサ帰ってくる、ね、で強い、さっきやってみたいに弾けるドリンクをコピーすると1ターンで20点を削ることも、まあ、夢ではないと、うん、まあ、今までですね、このフェニックスと、まあ、ドレイクが基本的な、うん、まあ、攻撃手段しかなかったんだけども、はい、まあ、サヒーリを加えたことによって、ね、まあ、墓地は、あ、墓地じゃない、地上は燃費装置で止め、空から撃ってくる、はい、でもう1枚もう1枚強カードがございまして、はいはいはい、それがちょっと試合では披露できなかったんですけども、こちら、あ、約束の主演。いや、これもめっちゃ強いよね。いや、強いですね、これなんと、うん、インスタントソーサリーを1枚ずつ唱えることができるんですけども、まあ、墓地からね、はい、3という数字、何か聞き覚えがあると思うんですけども、まあこれととこれとこれとこれでこれで3ということは、これが返ってくる、これ1枚で、そう
いやそれがね本当に強いんですわ。えだったらさヒーリーいて、はい、じゃえボツにじゃフェニックスがいて、はい、主演打ちます、打ちます、3枚唱えます、特訓がさせてます、持ってくる、フェニックスが帰ってくる、はい、これ1枚で素晴らしい。いやすごいこのカード、このカードね強すぎる。まあそういうカードも、ね、勝ってたけどね、はい、まあ探すようなカードとかもね新しく追加されたりして、まあ、元から、まあ、最弱だけど、はい、まあ、2万1さんであの地上止めた、まあ、最初結構、はい、あのスペルとかマナタレのが結構大事だから、まあこれで勝つってわけじゃないけど、まあ、イブシ銀のカードみたいな、まあ、序盤結構辛いから、はい、まあ、これでブロックして、まあ、しのいで、まあ、フェニックスだったりシャヒーだったり、はい、に繋げていくっていうデッキですね、うん。いや結構本当隙がなくなったよね、サヒーリと。そうですね、サヒーリはね本当に強いですね。まあこれわかんないけど、まあモダンとかでも使えるポテンシャルはあるんじゃないかなと思いますね、うん。まあ、インスタント総裁じゃなくてクリーチャーでない、クリーチャーでないしも、なのでエンチャントとかでも誘発します。ね、なんか似たようなカードにあのソインの同士ってなったけど、ね、まあ果敢がなくなったソインの同士、まあ、ゼロマナーアーティファクトブワッて並べて、そう特訓がバーンみたいなね、そういうデッキも、ね、ありましたね、はい、そういう感じで、はい、でこのカードのデッキも、まあ、チャレンジャーデッキで収録されたことによって、はいはいはい、まあ、非常に組みやすくなったデッキなので、まあ、フェニックスはちょっと高いかなっていう感じだけど、まあ若干それでもまあ多分かなり組みやすい部類なんじゃないかなと、まあ、2色だしね、はい、思います。土地とかもそんなに必要じゃないんで、しかもこれ下関係の使えるからスタッフ土地しても、ね、多分値段は値段はそうですね、あんまり落ちないんじゃないかなと思います、うん、いいよね、ぜひ皆さんも使ってみてください。はい、というわけであんまりいいとこが見せられなかった。こちらは、バントミッドエイジというデッキで、まあ、プレインズウォーカー、まあ、こういうねビビアン、サマーの新しいビビアンと新しいビビアンが入っていて、はい、まあ、このビビアンは瞬速をつけるので、例えば相手が除去ってきた、じゃあそれで対応して瞬速でシャライ出しますって、呪言持ちますか、呪言持つね、まあ自分も呪言持つし、クリーチャー他のクリーチャーも呪言持つんで、除去に対応してシャライ出したりとか、まあ、ハンデスに対応してシャライ出すとか、え強い実質1枚弾ける、しかも3マナからの4マナだから結構ね、はい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 、出せるっていう動きもあるし、まあ普通にね、あの何もしなくても相手のエンドにね、こういう受け散らだったりとか、ね、ハイトロイドがポンってできたりとか、それはね結構えぐい普通に出してもいいし、しかも結構あのこれの他に、はい、あれですね、普通にエイマキ神秘化、あ普通の瞬速ね、それは相手がまあエイマキ神秘化持ってると思って何もしなかったら、じゃあ、はい、ああそう、ね、うーん、じゃあなんか動きますって言ったら、うん、じゃあエイマキ神秘化みたいな、相手にね結構難しい二択を迫ることができる、選べるのは強いよね、うん、どっち出すか選べるのがね、なので結構今まで、ね、まあこういうね、プリンズウォーカー新しく出てきたことによって、うん、なんか隙がないバントの隙ができたみたいな、はいはい、このテフィリーね何回紹介するけど強いよねやっぱり、うん、強い、このカードもテフィリーが1枚あると止まっちゃうんですよ、そうだよね、これインスタントの操作にスタックに乗るんですけど、スタックに乗っちゃうとまあ操作タイミングじゃなくなっちゃうんで、こいつが操作タイミングでしか呪文を唱えさせないっていう効果持ってるんで、まあ、ちょっとずるいインチキ感じで、はい、まあ、いろいろね開発されてますって気も、え、だってライダーとか瞬速でボーンってできたらさ強いよね、ブロックって言われたらね、はい、いきなりダメージ計算はい負けまーすはい投了ってなっちゃう、じゃあ1点返って10点回復みたいなね、いろいろと赤たんもう死んじゃう、まあ、結構強いカードが3マナから5マナにあるので、まあ、それまでにね、まあ、クラドワールのエルフだったり、はい、まあ、バイオドロイドだったりして、そのマナ一気に早く到達して、まあこういう構えられるようにするという感じのデッキですね、うん、除去られても何回でも返ってくるから、そうそう、これしかも三目だから、まあ、基本的に赤だとね、そうですね、除去れない、出てこなくてよかった、だからさっきみたいに溶岩コイルプラスショックみたいなものじゃないとできないし、しかも強さても強さしても3番目に行くから3ターン後に3ターン後に回ってくるハイドロイドとかあると次のターンには出てくるかもしれないしっていう感じで、まあ、かなり面白いデッキ、いや面白い、はい、はい、というわけで流行りやマジック部いかがでしたでしょうか、はい、今後もね、いろいろ対戦動画をお送りしていきたいと思います、はい、ここまではハリレーの大塚と田尾で、はい、お送りいたしました、バイバイ、バイバイ。